こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、デラックスプテラバイスタンプです。はい、プテラゲノムに変身、仮面ライダーリバイスでね登場したこちらのプテラバイスタンプ、仮面ライダーファイズのモチーフですかね。はい、今回は、リヴァイはこのようにねフォームチェンジしますけども、バイスの方が、人型ではなくね、なんかホバーのようなね、空中を飛べるようなバイクに変身しますね。かなりかっこよかったですね。女の子がビルから落ちて、で、プテラゲノムに変身すると、このバイスがね、このような形になって、で、一機が女の子をキャッチして、で、バイスの方に乗って、で、ビルのね、屋上の方まで行くというね。今回、この戦いはね、すごかったですね。一機のね、幼馴染が怪物になってしまって、結構ショッキングな感じだったんですけどもね、救うことができてよかったですね。はい。そして、裏面遊び方ですね。いつものように、リバイスドライバーにセットして、音声が鳴りますね。はい。必殺技と、リミックス変身。はい、こちらも楽しみですね。それでは、開封していきたいと思います。はい、こちらがプテラバイスタンプ本体ですね。プテラノドンの造形、そして後ろに仮面ライダーファイズがいますね。カラーリングとしてもこの黒と赤でファイズカラーといったところですね。はい、それでは音声鳴らしていきたいと思います。はい、赤く光りますね。はい、それではリバイスドライバーで音声を鳴らしていきたいと思います。はい、ということで今回はデラックスプテラバイスタンプをご紹介しました。はい、ソロ系のバイスタンプとしてはね、イーグルバイスタンプもねあるんですけども、で、こちらはねバイスが空中バイクになるというねものがあるので、また違った楽しみ方があるんじゃないかと思いますね。またこういうねリヴァイが乗れるバイスの騒動か他のフィギュアか分かりませんが、ラジコンとかもね出るかもしれないので、その辺も楽しみにしたいと思いますね。はい、ということで以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。